ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。そういえば昨日、電車寝過ごしちゃったんだ。それは大変だったな。でもまだ短い距離で済んだからよかったよ。別の県越えていたら終電なくて終わってた。そうだな。主要幹線とかだとそういうの多そうね。それじゃあ今回は寝過ごしたらヤバい首都圏の路線を10路線紹介するぜ。レッツゴー。第10位は、京葉線、武蔵野線だ。京葉線は、東京からディズニーランドのアルマイ浜などの臨海部を経由し、蘇我まで結ぶぜ。楽しそうな路線ね。でも、多少寝過ごしても問題ないような路線じゃない？そう見えるかもしれないが、夜に寝過ごすと本当にきつい。例えば、京葉線は蘇我までを結ぶと言ったけど、内房線の君津まで直通する列車もあるんだ。内房線は、千葉県の東京湾沿いを走る路線だ。だから、もし夜中酒飲んで帰るときに、君津行きで寝過ごしたら終わりだ。そんなにひどいんだね。東京駅を22時台に出る君津行きは、終点に23時49分に到着する。もし家が幕張にあるならば、頑張っても木更津までしか行けない。木更津ってどこ？君津の隣の駅だ。そんなの終わりだね。思ったんだけどさ、もし終電とかで寝過ごしたらどうするの？主に2つの行動を取る人が多い。1つは、降りた駅の宿で宿泊する。この場合、家に帰る必要もないからかなり楽な方だ。価格帯は場所によるけど、ホテルだけじゃなくネットカフェで泊まる人も少なくないぞ。その場で泊まっていけるなら楽だね。でも、終点の場所によっては栄えてるけど、必ずしもそうじゃない。わけのわからない聞いたこともない過疎駅が終点の路線もあるんだ。そういったところだと、ネットカフェどころか宿すらないってこともあるからな。君津の場合はどうかわからんな。木更津からアクアラインで通勤する人がいるから、結構住宅地の印象がある。難しいところだよね。もう一つの選択肢は、家に帰ることだ。タクシーなどを拾って頑張って家に帰る。この場合は家の場所で値段がかなり変わる。近ければいいけど、遠かったらそれなりに料金取られるぜ。しかも、ホテルと違って横になれない。タクシーで寝て、家に着いて起きてとこに着くから、あまりおすすめできない。宿探した方が楽そうだよね。第9位は、横須賀線だ。横須賀線は、東京から武蔵小杉や横浜を通り、横須賀、栗浜までを結ぶ路線だ。距離自体はそれほどないけど、総武快速線と直通運転して、千葉方面にも行くぜ。さらにそこから内房線にも入るから、さっき言った君津にも行くんだ。それとてつもないロングラン路線じゃない？大丈夫？ダメだ。どっち側の路線に乗っても、寝過ごしたら終わる。この路線の終点、栗浜は本当に何もないんだ。住宅地って感じがして、駅前に京急のスーパーがあるくらいなんだ。それじゃあ泊まるのも難しそうだね。そうだな。もちろん終電じゃないからって安心できる路線じゃない。仮に横須賀まで寝過ごして戻っても、また寝たら今度は千葉県の山の中だ。それなら電車なんかより船で千葉に行った方が早い。寝過ごすって怖いけど、戻る時にまた寝過ごすのがヤバいんだよね。気がついたら3往復くらいしてるんだよな。朝列車に乗ったはずなのに気づいたら夕方になってたなんてしょっちゅうだよ。第8位は、中央線だ。中央線は、東京駅からベッドタウンの立川や小金井、八王子などを結び、高尾、そして山梨方面に向かう路線なんだぜ。中央線で寝過ごすと大体どこまで行くの？山梨県の大月だぜ。ここは、寝過ごす人には有名な場所なんだ。多くの酔っ払いがここで起きて絶望するぜ。ある意味最高の酔い覚ましだと思うね。ライターや2チャンネルでも数多くの被害者がスレや記事を残しているぜ。確かに沿線にベッドタウンが多いなら、寝過ごして大月まで行く人も多いだろうね。大月には何があるの？大月は富士急行線があって、富士山の麓まで向かう路線があるんだぜ。それじゃあ本当に山奥なんだね。23時台に東京駅から大月行きの列車が出ているんだけど、大月到着時刻は夜中の1時前だぜ。さすがに帰ってこれないねー。次の7位は、総武線だ。総武線は、東京から銚子までを結ぶ路線だぜ。これも結構なロングランね。さっきも言ったけど、総武線は内房線の君津方面にも繋がってるんだ。それじゃあ列車によって行く場所がかなり変わってくるんだね。その通りだぜ。だけど、この路線は比較的短距離で終わる列車が多いんだ。君津や桜、上総一宮、成田空港行きとかだとおしまいだけど、基本的に千葉行きか津田沼行きしか来ないんだ。それなら安心だね。そして、そういった長距離路線は、比較的早い時間で終わる。だから、仮に終点まで行ってしまっても、途中駅までなら行けるぜ。まあ一番は寝ないってのがいいオチだよね。それは言うな。次の6位は、湘南新宿ラインだ。湘南新宿ラインは、東海道線と宇都宮線、高崎線を結ぶ役割を持ってるんだ。
池袋、新宿、渋谷経由で横浜や高崎方面に行けるすごい便利な路線なんだぜ。今では当たり前の光景だけど、これがない時はわざわざ乗り換えてたんだよね。その通りだ。こいつの恩恵は相当でかい。わざわざ渋谷や赤羽、池袋などで乗り換える必要性をなくしてくれた。横浜からこれに乗れば、乗り換えなしで新宿、大宮、宇都宮に行けるんだ。まさに関東路線の最高傑作と言ってもいい。ベタ褒めしてるねー。心の底から素晴らしいけど、だからこそ寝過ごすと本当に厄介だ。言うと思ったよ。そうだよね。そういった路線は乗り入れして利便性を高めてくれるけど、気がついたら未開の地なんてこともあるんだよね。その通りだ。そしてこの路線はなおさら立ちが悪い。行き先が小田原、宇都宮ならまだ救いの道がある。仮に起きても温泉と餃子が待っているからね。だけど、籠原行きだったら帰ってこれないと思った方がいい。アメリカの何もない荒野のど真ん中で降ろされるようなもんだぜ。籠原って終点駅のイメージあるけど、何があるかわからないよね。だから十分に気をつけた方がいいぜ。第5位は、上野東京ラインだ。これは湘南新宿ラインと似たような存在で、上野、東京、新橋経由で各方面を結ぶんだぜ。乗り入れ路線の本数もこっちの方が多くて、茨城方面の常磐線も直通運転しているぜ。こっちもさっきの湘南新宿ラインと同じだね。その通りだ。しかもこっちは常磐線があって、なおさら立ちが悪い。間違えて乗ったら納豆の国だ。戻ってくるのも大変だろうね。でも、すべてを悲観的に考えちゃいけない。仮に寝過ごしても、次の日の予定が何もなかったら観光ができる。確かにそれはそうだね。前日入りできる最高のプランだ。酔っ払った勢いでホテルを探して、昼頃まで寝て適当に飯を食って温泉に浸かる。それでちょっと早めに帰ってくる。金曜日は酔っ払って、次の日は観光をする。まさに最高のプランだ。そう考えるとわざわざタクシー乗って帰るのがバカらしくなるね。そして上野東京ラインの路線の終点はどこもいい。熱海、沼津、宇都宮、水戸、高崎だけでなく、途中駅で起きても横浜、藤沢、大宮、小田原なんかもおすすめだ。特急に乗って帰るのもありだ。特急なら、伊豆や仙台なんかに行く。踊り子と日立だね。特急の時間帯的によって乗ることはないが、仙台まで乗り越し料金を払って、牛タンを食べて帰るのもありだ。寝過ごすのは大変だけど、そういうのを聞くとむしろそっちの方が楽しそうだ。第4位は京急、都営、京成だ。この3路線は、成田空港と羽田空港、2つの空港を結ぶ路線なんだ。京成線は成田空港、京急は羽田を結び、浅草線はそれらをつなぐ役割を持っているぜ。なるほどね。空港に向かうときに寝過ごしたらまずいんだね。その通りだ。この路線自体そこまで距離はないが、方向を間違えたら終わる。各方面に空港に行く行き先があるんだ。羽田に行きたいと思って成田行きに乗ったら本当におしまいだ。そんな人いるの？鉄道ファンにはわからないことかもしれないが、成田と羽田の区別がつかない人は一定数存在するんだ。羽田行きだと思って乗って成田に着いた数百人の被害者がネットで愚痴ってるぜ。だからもし間違えたら高いけどタクシーが一番いい。背に腹は変えられないね。次の第3位は、特定の列車だぜ。東海道線の快速、大垣夜行だ。どんな列車なの？大垣夜行は、東京駅から東海道線を通り、岐阜県の大垣までを結ぶ快速だったんだ。そんな列車が走ってたんだ。最近はムーンライトながらという名前で走っていたんだけど、コロナウイルスの蔓延で運転がなくなり、そのまま廃止されたんだぜ。残念だね。だから、もう乗り過ごす問題はないけど、これが毎日あった時代は寝過ごして大垣まで行った人はいるらしいよ。東京から乗って起きたら岐阜県なんて誰も想像つかないよな。まあこれも物は受け止め方で、次の日が暇なら名古屋なり京都に足を伸ばすってのもありだ。確かにそうだね。名古屋でご飯を満喫するのもいいし、京都で適当に寺巡るのもいいね。寝過ごしても駅員に報告すれば追加料金なしで帰れるけれど、こういった楽しみ方も個人的には推奨されるべきものだと思うぞ。そうだね。今度は新幹線だ。第2位は東北、北海道新幹線だぜ。東北、北海道新幹線は、その名の通り、東京から東北、北海道方面を結ぶぜ。東北は太平洋沿いの都市を巡り、福島、仙台、盛岡、青森などを通る。そして、青函トンネルを越えて、終点の新函館北斗まで結ぶんだ。北海道まで寝過ごすなんてさすがにいないでしょ。さすがに私も見たことはない。でも、仙台まで行ったやつは知ってるぞ。そんな猛者がいるの？そいつは東京から大宮まで新幹線を使うやつなんだけど、酔っ払って新幹線に乗って、寝過ごしたら仙台だったらしいぞ。恐ろしすぎるわそんなの。個人的にはそのまま北海道に行って、そのまま帰ってきてほしくなかったな。まあでも、寝過ごす人はそう滅多にいないだろうね。
もともと長距離かつ長時間乗ることが前提の路線だしね。そうだな。仮にこういった短距離で降りる乗り方をして寝過ごすのが怖いのなら、各駅に止まる那須野や山彦に乗って行った方がいいぜ。那須野だと最大で郡山までしか行かないからな。そういうのならまだ望みはあるね。まあ、一番いいのは寝ない努力をすることだな。確かに列車に乗っていると心地いい揺れで眠くなるのはわかる。でも、酔っても適度にコーヒーを飲んだりすれば、意外となんとかなる。こればっかりは何が効くか人によってバラバラだから、なんとも言えないけどな。確かにそういった対策をしていけば函館まで行く必要はないね。その通りだ。個人的には函館まで寝て海鮮丼食って帰りたい気分だが、ちなみに新函館北斗は周りさらちだから、なんもないぞ。新幹線の駅なのに、そういうところ結構多いんだぜ。一応函館行きの列車が接続しているから、万一寝過ごしてもなんとかなるぜ。多分な。そして流行る第一位は、東海道、山陽新幹線だ。寝過ごしたら最高に絶望感のある路線だね。そうだな。東海道新幹線は、名古屋、京都、大阪を結び、大阪から山陽新幹線になって、神戸、岡山、広島、山口などの本州都市を結び、九州の玄関口である博多までを結ぶんだ。これで寝過ごす人間はそれなりに多いぜ。東京発新大阪行きの新幹線は21時台まである。だから時間的に全然飲んで帰る時間帯にぶつかるんだ。それでグリーン車の椅子で帰ったら、気がついた時には新大阪だろうね。間違いない。さて、今回はここまでだ。どうだった？世の中には寝過ごしたらマジでヤバい路線ばっかりね。駅のホームの自販機でコーヒー買ってから乗るよ。まあ、寝なければいいだけだが、疲れていたら仕方ないが、そういった対策が大事だぜ。それじゃあここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。